刻は12時30分を回りました。皆さんこんにちは、ラジオで遊ぼの時間です。今日の MC は私、ルイと私、ナギです。この番組は宜野湾市級な宜野湾ヒルズ通り海が見える素敵なスタジオより生放送で15分をお届けします。皆さんどうぞ最後までお付き合いしてくださいね。本日私たちのフォローをしてくれるのは FM 宜野湾のマナミーさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで今日はるいちゃんとなぎちゃんがスタジオに来ています。この番組ではメッセージも募集しています。メールアドレスは 797@fmginowan.com、また FM ギノワンでは YouTube ライブ、ツイキャスで映像と音声のネット配信もしています。今 YouTube ライブは今日やっていないんですが、ツイキャスでぜひコメントください。そしてサイマル放送無料アプリリッスンラジオ、またはマイチューナーラジオをダウンロードしていただくとラジオと同じ放送をお楽しみいただけます。ということで、ラジオで遊ぼう、今日も2人と楽しくお話ししていきたいと思います。じゃあ CM の後からよろしくお願いします。OK、 じゃあここからはおしゃれだよ。この音楽聞いたことある聞いたことある？ある？聞いたこと前の子が、うん、あの時のに流れてた、そう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 、番組の音楽だよ。元気でいいねって来てるよ、コメント。すごい、たくさん見てくれてるよ。ラジオで遊ぼうをお届けしています。じゃあ今日はるいちゃんとなぎちゃん、よろしくお願いします。緊張してますか？はい、緊張してる、はい、でもすごいさっきよく読めてたね。練習たくさんしたの？はい。あ、難しかった？もう全部覚えたから。全部覚えたね。え、見なくても読めてたね。うん、はい。じゃあコメントが今日たくさん来てるので、紹介していきます。まず高穂さんから、皆さんこんにちは、よく来てくれましたねって、楽しんでくださいねって来てます、高穂さんから。そして、今目の前にいるゆうゆさんからも、2人とも上手って来てるよ。そしてお菓子ランドさんからも、ギノアンダフォーお菓子ランドです、将来のパーソナリティさん放送頑張ってくださいねって。そしてそして、なんとルイ、ナギ、ヤッホー、ゆずるさんだよって。わかる？わかる？かる。オープニングも上手、ラジオ楽しんでねって来てます。そしてナルトラさんからもこんにちはって、すごいたくさんの人が今ラジオ聞いてくれてます。じゃあちょっとね、いろいろおしゃべりしていきたいなと思うんだけど、じゃあルイちゃんとナギちゃんは今何年生ですか？1年生。ナギちゃん1年生。3年生です。るいちゃん3年生。2人ともじゃあ学校で一番好きな、なんだろう、勉強は何ですか？算数です。おー、るいちゃん図工です。あ、図工？すごい。図工は何を作るのが好きなの？絵の具。あ、絵の具。あ、絵を描くのが好きなの。なぎちゃんは計算するの好きなの？はい。何が好きとかある？足し算、引き算、今やってるのかな？足し算。足し算が好き。おお、たくさん足し算できる？今勉強してる？うん。じゃあ給食もちょっと聞こうかな。二人とも給食何が好きですか？カレー。あ、カレー。るいちゃんは？カレー。あ、カレー。あ、二人ともカレー？おお、カレー。学校のカレーはじゃあやっぱ美味しいのかな？
揚げパンとかはどう？ちなみに揚げパンも大好き。揚げパンも大好き。揚げパンとカレーだったらどっちがいい？マヨネーズ。カレー。おー、それくらいカレー好きなんだ。揚げパン。揚げパンが好き。はい、そして、あ、山内さんからも、2人とも上手に話せてるねっていうコメントが来てます。じゃあ給食で好きなものは2人ともカレーだけど、その食べ物全部の中で好きな食べ物なんですか？じゃあなぎちゃん何が好き？食べ物、もう世界にある食べ物の中で一番好きなもの。シチュー。あ、シチュー。おお、カレーと似てるね。じゃあるいちゃんは？沖縄そば。あ、沖縄そば。沖縄そば、なんかどこのお店のっていうのはね、ちょっとまだないかもしれないけど、どんな沖縄そばが好きとかある？ない。ない。あ、もう沖縄そばは全部好き。なんか麺がさ、チュルチュルになってる麺とか、細まっすぐな麺とかあるじゃん。なんか全部好き。長いのは食べ、あのまっすぐのは食べたことない。あ、ない。あ、じゃチュルチュルのやつを食べてるんだいつも。お家でも食べるの？沖縄そば。うん。お家でも出てくる。おお、いいね。そして、あ、のんちゃんからもコメントが来てます。給食の揚げパン美味しいよねって。ね、揚げパン美味しいね。さあ、じゃあどんどん質問していこう。好きな食べ物聞いたから、じゃあ今度好きな果物。いちごです。いちご。おお。あとレモン。あれ、レモンも好き。おー、酸っぱくない？レモン大好き。大好き。酸っぱいの好きなんだ。じゃあなぎちゃんは？スイカ。あ、スイカ。あー、スイカ。先週もこの来てた子供がスイカが好きって言ってた。ねえ、スイカ人気なんだね。スイカ、ちなみにマスカットも好き。あ、マスカットも好き。おー、ぶどうよりもマスカットがいい。このなんて言うんだろう、紫色のさ、やつよりも。ぶどうも好き。うん。ぶどうのどこが好きなの、ちなみに。なんか、うん、味が好き。ルイちゃんはなんでレモンが好きなの？なんかレモン好きって珍しいなって思うんだけど。酸っぱいの大好きだから。酸っぱいのが好きだから。じゃあ梅干しとかも好きなの？うん。あ、梅干しも好き。へえ、酸っぱいの。ちなみにさ、先週来てた子供に、あのスイカに塩をつけたら美味しいよってコメントくれた人がいたわけ。スイカに塩つけたことある？ない。ない？ない、ない。スイカに塩つけてみたいと思う？嫌だ。あ、嫌だ。やっぱ嫌なんだ。つけてみたい。スイカ自体があんま好きじゃない。そう、ルイちゃんはあんまりスイカ好きじゃないんだ。じゃあ メロンは？ちなみにメロン大嫌い。メロン大嫌い。食べたことない。あ、食べたことない。メロン。でもね、実はお姉ちゃんもあんまりメロン好きじゃないから一緒だね。仲間だね。じゃあ いちごが好きだね。じゃあやっぱいちごとマスカットと、あとスイカ。なぎちゃんはスイカ。あとスイカ割りもしたことある？保育園でやったことある。保育園でやったことある。あ、じゃあ幼稚園でもやったことある。おお。あ、じゃあ今年もできるかな、どこかでスイカ割り。どうだろうね、わかんないね。そっか、小学生になったからね。そして、あ、マンゴーはどうでしょう、ちなみに。マンゴー食べたことある？好き。食べたことある。食べたことある。マンゴー好き。好き。あ、好き。ね、マンゴーも美味しいよね。高級デザートだよって来てる。そして、あ、コメントどんどん。埼玉の郷さんもありがとうございます。あ、じゃあいちごの好きなところもちょっと聞いとこうかな。なんでいちごが好きなんだろう。甘酸っぱいところ。あ、なるほど。やっぱりまだ酸っぱいのが好きなんだ。甘いのと酸っぱいの両方あるから好きなんだ。なぎちゃんはいちごは好きじゃない。好きじゃない。最初好きだった。あ、そうなんだ。え、じゃあ苦手になったの？うん。なんでかな。なんか食べ過ぎちゃったのかな。あんま食べてなかったから。うん、あんま食べてない。あ、なるほど。だから味忘れちゃったのかな。ちょっ
と食べたけど、うん、美味しくなくなった。美味しくなくなっちゃったね、味が変わっちゃったんだね。じゃあ、あれだ、今日これも聞きたかった。将来の夢、二人の将来の夢は何でしょう。ラジオする人。お、すごい。英語の先生。英語の先生になりたい。おお。じゃあなぎちゃんは今英語も勉強してるの？まだ。まだ。まだ。あ、でも英語好きなんだ。おお。いいね、英語の先生。そしてるいちゃんもなんとラジオで喋る。すごい。じゃあ今お姉ちゃんがいるここにいる人になるかもしれないんだね。いや楽しみだね。はい。ね、皆さんももし2人に何か質問があればね、募集しておりますって言っても、あと残りちょっと時間短いんですけど、はい。埼玉の郷さんからFM 技能庵の次期社長だねって来てる。社長なりたい？なりたくない。喋る人がいい。喋る人がいい。ね、喋るのがいいよね。どんなおしゃべりしたい？じゃあもしラジオで喋る人になったら。食べ物の話する。フルーツの話する。わかんないね。わかんない。じゃあ2人に質問が来てますよ。ゲームとかするのって。する。あ、ゲームする。今ゲーム何してるの？何が流行ってるんだろう。わかんない。わかんない。わかんない。お家では何ゲームしてるの？スイカゲームとか。スイカゲームっていうのが あるよね。スイカゲーム楽しい？楽しい。スイカゲームって どんなゲームだっけ。なんかあのフルーツをどんどんスイカにするゲーム。スイカにしていくゲーム。あー、そうだね。なんかダブルスイカになったらおしまい。あ、そうなの。消える。あ、スイカにはするけどダブルスイカになったらダメなの？ダメではない。ダブルスイカになったら成功。あ、成功？消える。なるほど、成功して消えるんだ。スイカゲームはじゃあ友達のも好きなのかな。みんなやってる。2年生の時にみんな学校でやってた。あ、そうなんだ。学校でやってたの。学校でも、うん、学校でもできるの？あ、パソコンで。すごい。あ、パソコンの授業があるの。パソコンが使える学校で。皆さんスイカゲームが楽しいらしいですよ。あ、でもスイカゲーム意外と難しいよねっていうコメントも来てるけど、スイカゲーム難しいのかな。あのスイカになるのが難しい。メロンまで来たことある。あ、おー、メロンの次がスイカ。おー、メロンに行くまでが長いんだ。何があるの、メロンに行くまでに。梨とか。お、梨。さくらんぼ、いちごとか、ぶどうとか、うん、柿、あと、いろんなフルーツがあるんだ。デコポン。あ、デコポン。あの、大きいみかんみたいなやつだね。おー。パイナップル。パイナップルもある。あ、じゃあ、いろんなフルーツになって、もういろんなフルーツにどんどんやっていって、メロンになってスイカになるんだ。じゃあ、そこに持っていくまでが大変だ。メロン1個だけできた。うん、メロン1個だけできた。おー、だけどもう溢れ出しちゃう。溢れ出しちゃうんだ。なるほど。あのはみ出したら、うん、あの失敗。はみ出したら失敗。あ、溢れちゃったらダメなんだ。じゃあ、うん、溢れないうちにあれにしないといけないんだ、うん、スイカにしないといけないんだ、うん。大変だ。ちょっとスイカゲーム今度やってみようかな、お姉ちゃんもね。はい、ということで、あ、もうあっという間に残り30秒になってしまった。2人とも今日はありがとうございました。また遊びに来てね。はい、ね、はい、はい。じゃあ最後にお姉ちゃんがせーのって言ったら2人バイバイって言おうね。はい、じゃあ行くよ、せーの、バイバーイ。